55kg 契約3分3ラウンドになります。55kg 契約3分3ラウンドを行います。レフェリーノブデッソン。さあ石井さん、はい、マナ弟子、はい、加藤優吾の登場でございます。はい、今日はセコンドにつかなくていいんですか。セコンドにつきたいの山々なんですけど、僕はね今日は中立の立場で仕事をさせていただきます。わかりました、はい。まあでもね、はい、ドラマですよね。そうですね、6年越しにねこうやってねお互いに日本チャンピオンになって、ね、ノーキックノーライフの舞台で、はい、リングの上で相まみえる、これはもう本当にドラマでしかないですよね、はい。青コーナーの翼はジャパンキックボクシングバンタム級チャンピオン、赤コーナーの加藤優吾は WMC 日本スーパーバンタム級王者。さあどんな戦いが待ち受けているのか。第1ラウンドのゴングです。まあ、共にあのアマチュア時代の時とはもう全くあの違う戦い方をしてますので、はい、もう本当にあの頃のことを思い出しながらあの練習はしてるんですけども、まあ、もう本当に別人だと思って僕は指導に当たってたんですけど、はいはい。まあ、彼あの加藤はですねちょっとあのアマチュア時代の時にあの翼選手の左のミドルがちょっと、はい、あの厄介だったと言ってますので、その辺をねどう防御して得意のパンチをね当てていくかっていうのをねちょっと見たいですよね。赤というは左のフックに定評があります、うん。対する翼の方はキック、サウスポースタイルから繰り出される左ミドル強力です。さあ加藤が重いパンチ、見ても分かります。さあこのローは当たらない、踏み込んで翼がローを打っていく。翼選手はボディーから顔面、サウスポーなんで右足が前にあるんですけど、あの右足のですね、まあ、最近流行ってるさあ加藤優吾肘も出していく。翼選手は打ち合いも好むんですよね、はい。こうやって顔面を捉えました、はい。で今も蹴ったんですけど、内側ですね、右足 の, あのカーフキック内側 の,、はい、あのふくらはぎの横を、ま、蹴っていく蹴りをですね、あの練習してたんですけど、まあ、それを蹴りながらパンチを当てていくという作戦を立ててたんですけど、まあ、ちゃんと蹴れてますね、いい場所加藤は。そしてパンチもやはりいい、はい、で見えてますね、蹴りもね加藤は。内川選手も蹴りだけ行くとやっぱりこうちょっと今ね見切られてますので、はいはい、今度は左です、はい。何か右手のジャブか何かを出しながら、はい、で今の右のねローキックからミドルキックにつなげていったりしたのでですね、今加藤もインローから一気にパンチ、はい、加藤も左のミドルはすごく警戒してますんで。さあボディから顔面にバンツー入りました。さあさらに打っていく、止まらないぞ。翼選手 の, 左のストレートに合わせてですね、加藤は右に頭を振ってパンチを返すというのはもう練習してますので、まあ、よくできてますね。今のところ見る限りは練習通りの練習の成果が出ている、はい。そうですね、翼選手は蹴りを、あ、そうですね、はい、フライのミドルで組み立てていった方がいいですね。そうですね、右のロー、まあ、翼選手も結構カーフ気味に蹴ってますね、ふくらはぎの横蹴ってますね。でも警戒しているミドルの方はしっかりと加藤優吾、はい、ガードしています。加藤も翼選手の右のカーフキック食らってるとやっぱりしびれてきてしまいますので、はい、その辺ちょっと注意しながら、はい、踏み込んでいった方がいいですね。若干もうふくらはぎのあたりが赤くなってまいりました、加藤優吾。さあパンチから入る、加藤としてはパンチで返したいか倒したいか。さあこれ第1ラウンド、うん、あっという間に終わっちゃいましたね。あっという間でしたが、見応えのある内容の濃い第1ラウンドでした。声での応援ではなく拍手での後押しの応援でございます。翼選手としたらやっぱり左のミドルを当てていった方がリズムは取りやすいですので、まあ、左のミドルを当てるためにその布石を打った方がいいですよね、まあ、右のローなのか、まあ、ジャブなのか、はい。さあこれは加藤優吾のパンチの連打、うん、だが翼もタフです。最後に肘も出していく加藤優吾。さあこれも伸びる、右から左のフック、まあ、加藤もああやって顔面だけではなくて、まあ、お腹、顔、腹、顔、腹とこう使い分けていった方がやっぱり顔は当たりやすくなってきますので、その辺をちょっとねやってもらいたいなとは思いますけどね。まあ、加藤優吾は前回のノーキックノーライフ、まあ、宮本ケースに判定負けをしているだけですね。もう完敗でしたね前回は。だからそこもありますので、加藤はもう是が非でも今日は勝ちたいはずですよ。
さあ第2ラウンド、ラージルゴングです。さあどう攻めていくか、ステップを刻んでローから入っていきました。カフニのロー、しかし構わず加藤が出ていく。縦肘も混ぜていきます。ただあのパンチの距離でユーゴはあのパンチ距離入りたいんですけど、パンチの距離で入った時にコンビネーション出しながら翼選手もあの返すので、そこを加藤は注意しておかないとカウンター食らってしまいますので、打ち始めにね、このねやっぱ翼選手のローが入りますもんね。入った時にパンチの距離でずっと打ってるとやっぱり翼選手の返しも怖いですから、翼選手はあの止まらないことですよね。加藤が入ってきた時そこで止まらないことですね。必ず止まると連打きますからね。打ち返すのはいいんですけど、ちょっと動きながら打ち返してるともう少し余裕を持って戦えますよね。ミドルキック、いいですね、ナイスミドルですね。これが当たり始めると加藤としては厄介、はい、そして翼にとってはいい展開となります。加藤はちょっとあの右の脇が少し開きやすいタイプなので、はい、まあ、そこの隙を突いて、はい、ミドルキックをミドル、はい、翼選手としたら当てていきたいですよね。さあリズムよく翼がミドルを、あっと危ない、うん、この左ボディ、そうですね、あのボディからちょっとぐらついた。さあここで連打できる、打ち合う翼、縦肘、縦肘が入りましたね。縦肘が入りました。あとはパンチからの肘のコンビネーションというのを練習してたのでよく出てますね、はい、今回。さあダウンをもらった翼、出血も見ている。さあここで倒しに来るか、はい、ここどう冷静にいけるかですよね、加藤、はい、いいですね。ここ蹴れるってことは冷静に戦えている証拠ですね。あそこで蹴りが出るというのは、そうですね、ここでやっぱりどうしてもパンチで倒しに行きたいんですけど、はい、一回冷静になって蹴りを挟むというのはとてもいいことです。はい、加藤2回目のダウン、翼、まあ、この後もね冷静にいってもらいたいですよね。加藤の方はまだ1分ありますんで、まだ時間は1分あります。さあ同一ラウンドで3回ダウンを、今ここ打ち合わない方がいいと思いますよ。ここはね、はい、ちょっと確かに翼としては打ち合うと危ないですね。ここ打ち合わない方がいいと思います、はい、パンチで付き合うと加藤の剛腕が振るわれる。加藤もちょっと雑になってますんで、はい、倒しに来てるだけに、でも翼選手気持ち強いですね、はい、いやー2回ダウンをもらってあのダメージでここまで打ち合えるのか。加藤ももう一回肘出したいですね。はい、ここから肘出したいですね。30秒打ち合って終わるのか、この第2ラウンド。加藤は倒したい。ワンダウンもらうと翼はテクニカルノックアウト。ここで蹴りが欲しい、加藤は。加藤はここで蹴りが欲しいですね。さっき入ってくれたんですが、倒れない。今度は倒れないの翼。前蹴る、前蹴る。さあ、残り時間あってますか。ちょっと加藤も打ち疲れてきましたね。はい、残り時間10秒。第2ラウンド残り時間10秒。もう翼選手いいですね。さあ顔を血で濡らしながらも耐えている。ちょっと今頭当たってしまいましたかね。ここでゴング、はい、おこれは驚きましたね。翼選手を男気が出ましたね、はい、最後素晴らしい。まあユーゴはユーゴで最後ちょっと打たれ疲れたという印象はありますね。ここまではこのね、この後ですね、はい、ここで肘を出せるというのはいいですよね。これを課題にしてたんですよ。で同じように肘で押してって、うん、このストレート、もうバンジーキュースかと思われた翼ですが、はい、ここからもう意地ですよね、驚異の精神力を発揮します。この後ですね、あさあもちろん大きなダメージは負っている、はい、翼ファイナルラウンドどう戦うか、そして加藤優吾はこの翼を倒し切ることができるか、一体どんなファイナルラウンドになるのでしょうか。まあ、もう翼選手としたらもう3ラウンドしかないので、2ラウンド目に2回ダウン取られてますから、もう3ラウンド目 もう出るしかないですよね。勝つには KO しかありません、はいはい、加藤はもう冷静に戦った方がいいですね。ミドルキック、ローキック、まあこれ肘やりルールですから、これ石井さんカットさせ、あキック、翼も自分の戦い方取り戻してる、左の蹴りからパンチにつなげていった方がいいですね。そうですね、この後ですね、翼選手のいいところは左のミドルの後にパンチで詰めていくというタイプなんで、それがこのラウンド出るといいですね。で今組んだ時もね、翼ね、しっかり肘を出してくる、はい、
さあ、直接タトゥーにしてみれば、はい、ここに来て翼選手がですね、はい、左のミドルこれですね、はい、これだけで終わってしまうと加藤は結構楽なんですよ。あ、ミドルだけで終わると、はい、終わってしまうと加藤は楽なんですよ。ミドルからパンチで来れると加藤は嫌ですね今。さあ、それができるか翼、はい、ボディからさらに顔面。さあ、この加藤のパンチも今当たらない。あ、これいい左。加藤はちょっと今3発になってますね、はい、3発、2発3発出したいですね。今ミドルをフェイントに使ってパンチを出していきました。翼、さあ、ちょっとこれ加藤元気ないですね。ちょっと加藤も先ほどの打ち疲れが効いてますね、はい、むしろその精神的に翼の方が有利か、はい、いいも聞いたぞ、聞いたぞ。だが二度のダウンを持っている翼としては、これ倒さなければいけない。はい、これも翼選手としては、これスイップ、はい、もう今前に出た方がいいですね。さあ、残り時間、うん、まもなく1分になろうとしているファイナルラウンドです。翼は2回ダウンをもらっている。しかしこの第3ラウンド、その2度のダウンを奪った加藤優吾もリズムに乗れてない。加藤も2ラウンド目にダウン取った時のようにパンチからね、肘まで、ね、ここで出せるといいんですよね。疲れた時こそ出せるといいんですけど、完全にやっぱ疲れてるんですけども、ちょっとコンビネーションになってないですよね。力はいらないので、はい、コンビネーション出したいですよね。ここでよーいよー、その後そう、翼ローキック、この後ですね、蹴りの後ですよね。パンチ、さあ、うん、パンチが当たってくると加藤優吾も気持ちが乗ってきますが、残り時間30秒、ファイナルラウンド。さあ、気持ちと気持ちのぶつかり合い、6年ぶりのリベンジ戦。加藤もちょっと不気味に思ってるんじゃないですかね。これだけ殴ってるのにまだ前に来るのかと。ラストのラスト、倒れません、不当の翼。ちょっとその気迫に加藤優吾、この第3ラウンドは後手後手に回っているか。気迫に押されているか、もう時間がないぞ。最後ミドルを出して翼、ファイナルラウンド終了です。判定に入ります。まあ、翼選手は根性出しましたね。いや、素晴らしい精神力ですね、はい。まあ、お互いに辛いはずなんですよ、ね、3ラウンド目でも翼選手は前に出てましたからね。それちょっと少し押されてしまいましたかね、加藤の方は。最終ラウンド、石井さんがご指摘した通り、はい、やっぱ加藤選手はちょっと得意のパンチがね、そうですね、単発ですよね。単発ですね、はい、結構こう疲れてるのもあるんですけど、これだけグイグイ来られるとやっぱ圧を感じてしまったんじゃないですかね、最終ラウンド。まあ、しかし第2ラウンドに2度のダウンを奪っている加藤優吾、終了の結果をお知らせいたします。ジャッジのみ29対27、アダ加藤。ジャッジ大なり29対27、アダ加藤。ジャッジ北地29対27、アダ加藤。以上判定3対0を持ちまして、勝者アダ加藤優吾。判定3-0で加藤優吾の勝利となりました。6年前のリベンジに成功です。まあ、ちょっとほっとしたようなね、はい、表情を見せていました加藤選手。まあ、翼選手もすごくいい選手ですね。やはりやっぱりジャパンキックのチャンピオンだけあって、また見たい選手ですよね。あのダウン、あの2回のダウンでここまで粘るとは、ちょっと予想できませんでした。そうですね。で、加藤のパンチも絶対警戒してたはずなんですけど、はい、それを怖がらず最終ラウンドをぐいぐい前に出て、で、やはり29点ポイントというのはやっぱり最後最終ラウンド翼選手が取ったと思うんですけど、2ポイントは、はい、なので加藤選手おめでとうございます。加藤選手がマイクです。ありがとうございます。3ラウンド、ね、戦ってみて今日いかがでしたか。ちょっとなんか結構すぐ倒せるかなって思ったんですけど、ちょっと強くて、あんまいい試合できませんでした。いや、でもね、両選手、翼選手ともにすごくいい試合でした。あの、見ている人たちも感動したと思います。じゃあ加藤選手、今後に向けての抱負をお願いします。ちょっと本当はなんかしっかり倒してアピールしたかったんですけど、ちょっと今日の試合だと
あれなんで、もっと練習して強くなってまた戻ってきます。その時はお願いします。はい、見事勝利いたしました加藤優吾選手でした。大きな拍手。